兵が船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。敵襲だ。ダメだ、気持ち悪くて動けねえ。なれ、ほっ、ほっ、うん、よ。船酔い対策をしておけば、兵たちも私のように息が絶えないに。敵将討ち取ったり。てや、敵、あし、清らかですね。近づけばさらにいい板が浮かぶでしょう。戦の最中に試作にふける、参る、是非もない。私が同行し警護に当たる。我が義を貫かん。ここで何をしていらっしゃるんですか。真なものを発見した。私が迅速に排除する。うまい。うん。マイル。やれやれ。見つかっちまったかい。ちょいと手荒だが、おとなしくしてもらうよ。ええよ。真摯をみすみす逃すとは。この失態、厳罰に値しよう。マイル様、歌がかき消されてしまいました。世が平穏を取り戻したら、いずれまた。これで敵さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。さあ、ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ、くれて回れよ。ほっ、こんな…こ…あっしが船酔いを直してやるよ。船を全部繋いじまいな。それで万事解決さ。みんな、いいことを聞いたぞ。船を繋げば、もう酔わないらしい。我が義を貫かん。あなたのおかげで助かりました。さあ、どんどん飲んでくれぜ。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。ま、あっしの仕事はこんなもんかね。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。ここは戦略上の用地です。侵入開始。我が義を貫く。防衛線を設けます。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。ここまで抵抗されちゃ叶わんな。あんたらの企み、暴きたかったんだ。彼の地を攻め、
これを接収する。みんな進め。艦運長、義を貫き進むのみ。よくやってくれた運長。今こそ敵の要所を叩く。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。我が魂の滝、受けてみよう。田舎武者どもの遅れを取るとは、くだらんあがきがどこまで続くか見ものだな。おい、手触りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。艦運長、義を貫き進むのみ。見事だ。郊外殿、その船で曹操軍へ投降されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草。これはどういうことでしょうな。なるほど、孫悟から奪った資材ですか。こう、確かに。伝令、宗師様、神器様が配送されました。何？そりゃまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。やれ、見せろ。こっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いねば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。退路は立った。ここは死んでも守り抜け。まあ頑張りゃ生きて帰れっけどな。ウジラが何を企もうとも、わしは負けぬ。我が覇道の前に逃げるがよい。天下に名を轟かせるだけのことはある。敵将討ち取ったり。親分、最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。我が義を貫かん。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。あがくか。今さら奮戦したところで何も変わりはせぬぞ。
その慢心が貴様の範囲となるのだ。周囲、郊外、今こそ炎をたけらせよ。敵の第一波は防いだが、次の攻撃が来るまではまだ時間があるはず。風向きが飛ぶ。よし、お。郊外殿が道を示してくれた。孫悟の将兵たちを奮い立て。今こそ曹操を打ち破る時だ。違うぜ。待ってろ曹操、おめえの首俺たちが取る。よし、全軍で攻勢に出るぞ。曹操ならば、曹操は急ぐこと。戦の今こそ曹操の首を取る好機。奴が曹仁のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。ほっ、曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。敵陣が炎に包まれたぞ。お前らは家計は大成功だ。我が義を貫かん。俺も準備が万全だったおかげだな。邪魔してきた敵の艦長を討ち取ったらしいぞ。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。よくやってくれた運長。引くしかないようですね。曹操殿、どうかご無事で。よし、いい感じだ。この勢いに乗って曹操を追いかけるぞ。ファイル、お前こそ我が魂真の三国無双よ。受けてみろ。よっ、天運長、義を貫き進むのみ。良い働きだな。この調子で励んでくれ。天地は惜しまんぞ。ほう、ほう、
僧殿に触れさせはせぬ。長領殿、参るよ。微力ながらこの低中毒も力になろう。足止めできずにすまない。我が義を貫かん。逃げてくれ。よけい。敵を足止めできるのは無念。そうすればどうかご無事で。てくれるぜ。さすがは兄者だ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。我が義を貫かん。敵の痛いところをついて狙うはあの地だ。行くぞ。俺たちの手で要所を落とす。押すぞ。遅れずについてこい。自分たちの進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め。ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。さてそろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ突くとしましょうか。俺たちであそこを落とす。野郎ども気合い入れてくぜ。自分たちの進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め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 。あんたこそ真の三国武将だ。
そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ、つくとしましょうか。この辺りに散り散りになった敵兵がいます。捕虜にすべく味方が向かったのですが、味方がなかなか帰ってきません。もしかして敵に手こずっているのかも。はっ、敵に恥ずかしみを受けるわけにはまいりません。私は何としても我が君のもとへ戻らねば。予習の恥ずかしめを受けるとは。持って遊ばれるならば、そここで受けてみよう。奥方様、どうかお逃げください。私が身代わりとなります。相手がまずかったか。もっといろいろ試してみたかったんだけど。では、この門の守備を担当します。ネズミ一匹見逃しませんよ。くれませんか。俺たち一足先に宗神のもとに向かいます。あなたたちが来たら寝返りますから。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。この戦、宗神のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくは勝てることになろう。敵をぶっ倒して逃げてきました。これからは宗神様のそばで戦います。宗神様が襲われては一大事。俺たちがしっかりお守りします。確かにこっちの負けは見えてるしな。よし、ヤンゴー君、俺も降伏するぞ。戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天下へと飛躍するのです。くっ、この後に及んで打ち損じるとは。上司流生涯の不覚。敵の死ぬにわしの首を狙っておるな。だがここを抜ければもはや勝ったも同然よ。関羽殿、
戦果をお聞かせ願えますか。いかがされました。そうさ、だがそれ上司だが、曹操はそのような拙者の無礼と兄関羽殿の事情は分かりました。理由はと厳罰は覚悟の上。待ってくれ諸葛亮、私と雲長、今ここで雲長に死なれては雲長の罪は。劉備殿がそこまでにおっしゃるのならば。おお、曹操に勝利はしましたが、この後はどうすればよいのでしょうか。それを。いいえ、曹操、私の立つ国、我らがまず得るのは、そしてそれがあの曹操。関平殿、弱気になっちゃいけませんぜ。助手依頼。険しい道です。かねての宣言通り、自分たちの領地のために戦うってのは。諸葛亮、決心、曹操が先。そんな決心、曹操だが、劉は周瑜殿、これを機に。機に、無視それ今むあほ葬儀と孫悟が争っている今が好機。速やかに慶州この辺り。張飛様の部隊は、でも、え、ほっ、我が魂の滝、受けてみよう。えいよ。劉備軍だ。よくそのものを追っ払ってやるわ。ここは住みやすいとこだったのによ。